最強寺は、大阪府泉市にある浄土新州本願寺派の寺院。創立については、伊豆井昭神社文書の、元六十一年先週先軍、南軍五領分寺社改め町に、1、一向総本寺京都西本願寺同時内、伏線寺下南王寺村最強寺東住会期、時代福地境内平地女地この壺数36坪右、最強寺に、 この村年寄りの物共に愛広公、平派年寄り公社とも猿公派、文禄三年後県知の不死も、上地に、しかも餃子公、乗り代大この村の物共旦那寺に、しかも小事故分霧座子公と、猿志公、この旅水銀美公ところに、古来より由来公に、分霧の公ゆえ、将軍取り置きかきつけ作業が、猿公とあり、文禄三年以前に遡るという、漢文四年記念免許。 同10年から最強寺の事業を交渉した。最強寺交渉前は、京都、三明の、伏線、寺門と泉国泉郡大路村総道場と呼ばれていた。しかし、寺田では遠方元年の創建という。この点は記念免許、最強寺交渉と矛盾することになるので、遠方元年に寺院として本堂が建立されたことを指すものと思われる。その後、 元六六年に、三笹高創造、上宮大社御子と形、宝暦五年には、前ぞ深ふし女御影を術している。当時は、元、篠田三屋の地合筋にあったが、元六十一年の南王子村の人々の屋敷地移転と共に、寺も、現在地に移転、移築した。さらに文化七年に表門、太鼓郎、栗、胸像、脇門、主郎。 式大玄門が整えられ、現在の境内には、本堂、表門、脇門、首廊、太鼓楼、式大玄関の金星建築が残されており、広い境内地を有している。先の元六十一年、寺社改め町に見える、境内地は36坪とあるので、移転前のものと思われる。玄本堂は、文化5年に再建されたものである。 桜田門外の変で大老を、いい直おに切りつけた三郎氏の一人が、江戸から遠く離れたここ最強寺でかくまわれ、地域の子供たちのために寺小屋で教えていたと伝えられている。明治維新後の明治6年には、現在の泉市立高小学校の前身である、第97番小学校下理校舎が最強寺内に設けられた。ありがとうございます。